はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、クロエが、ほんと一番最初の触りしかやってないからなんとも言えないけど、とりあえずクロエがなんか、結構ファンキーなね、ファンキー あんまりよろしくない人たちがいるようなあれ、携帯は？あ、ない。そんなに酔ってたっけ？ライブに行って、ライブ自に行っ分にたか後、けるしかないか、ママの電話で。ライブに行った後だね 本当はいろいろあるけど、とりあえずやっていこうか。ママは部屋に電話を置いてるはず。自分にかけて携帯を見つけるか。とりあえずなんかセーブする段階まで、やってなかったから、そこまでやってアルカディアベイをやろう脅かなっかていす青ひげ船長御用達がいた。ママは彼氏のために白髪を染めてる。白髪が弱点なのかな。白髪にしてみるか。ああ、白髪ね。強力かつ部屋からアンモニア不使用。白髪がね、苦手って嫌いってことね。だから、電気消せよ、黒いお前、おい。ついてたか、でも。これは？我が故郷ね。何時再び故郷に帰れずって言ったやつはきっとアルカディアベイの出身だ。ただ帰りたくなかっただけだろ。アルカディアベイね。なんか結構やっぱ、廃れた街なのかな。でも、そっか。黒いで、違う。マックスで来た時はさ、ここやっぱ鳥とかがいてさ、ほんとなんか、特殊な空間だったんだけどな。またなんか普通の。本当の高みは一度どん底に突き落とされなければ見えてこない。諦めてはいけません。一つの火花が草原に大火を起こすこともあるのです。ありますよね、いい確かの？に。火事は起こりますもん。タバコの火からね、火事が起こることだってあんのよ。だからね、気をつけてほしい、本当に。吸う人は。どうして通販カタログなんか取っておくんだろう。お金なんかないのに。ああ、そっかそっか、そういう時だったよな、確か。お金っていうと、やっぱどっちかっていうマと、マがベッドメイクするようになってる。いいことかな。お父さんを生かした世界線、マックスがいじってさ、お父さんが生きた世界線にした時が一番なんかお金のことについて。ママの婚約指輪。いつか結婚するなんて事態になったら私がもらうことになってる。クロエがね。B 評価？そんな安物じゃないだろ。ママ、婚約指輪売るつもり？なるほど。アルカディア支店金額査定。ダイヤモンド指輪ほぼ無色グレード B。1200、現金価格300、添付クレジット500、推定価格です。どれが？ どれが？ごめん、わかんねえ、そういう表の見方が。バック。昔はメイクを盗むだけだったけどな。かわいいなあ、そういうとこも。10 歳ファくンなんらいだのよな、時に黒いママのに俺。作ってあげたやつ。今つけたらお互い恥ずかしすぎて死ぬわ。言ってた言ってた、マックスが確か言ってたわ、それ。クロエが作ったのかなみたいなの言ってたよ、確か。うわ、パパの写真を隠すなんて最悪。確かに言われてみれば。置いてやろうぜ、ドレスダーに。大切にしろよ、お前。でも新しいお父さん来てるからこんなな。引き出しに閉じ込めるなんて。複雑だよな。うわー、なんか、画質荒くてもわかるもんな。いや、帰らない、帰らない、帰らないで、クロエ。危ない、危ない、危ない。携帯をあえて触らないっていう。勘弁してよ。デイビッドが晩飯に来るだけでもキちモょっいのに。と、もう。お盛んなのか、お前ら。やめてくれや。夜もお盛んなのか、おい、お前ら。その弱いにして。いい加減、こいつがクズだって気づいてほしい。デイビッドいいやつだったんだよ、でも結局最終的には。救われたんだよ、俺、デイビッドに。でも電話の音聞こえんじゃん。
私の携帯近くにあるみたいだ。あ、ここじゃない？どこに落としてんの？あった。誰かかけてきてたかな。もう見たかったのに携帯。あれ彼氏名前なんだっけって思ったよ。携帯可愛いなってか。エリオットエリオット、そうそう。黒江門限まで帰ってこれる覚悟しておきなさい。でも1時17分にメールしてくれるママ優しいぞお前。1時17分まで起きてくれてんだぞお前。感謝しろよな。ん？どれだ？カーコの宿題やった？まさか、おいおい3回目だぞ。もう教わることなんてないから。あ、これ退学になるままか。退学になる前か。はいはい、わかった。ママのバッグ覚えてるぜ、場所。ママの部屋にあったはず。これか。これ電話探すときに電話かけるってすごいよな、やっぱ。便利だよな、携帯電話。携帯持ってきてくれる？こもってんなママの声。だからしないで。話があるの。逆に急ぐ気をなくすっつ。行きます行きます、お母さん行くから。今行く。かわいい。ちょっと黒いのファンすぎて俺がキモくなっちゃってる。俺青髪の方が好きなんだよな。なんかほんとなんかパンク少女って感じがしていいんだよな。遅かったわね、うん、バッグはテーブルの上に置いて、急げばご飯も食べれるよ。優しいじゃんお母さん。でも感謝しろよな、はいはい、お前テーブルね。ん、これパパが撮った写真。最近デイビッドがうちに居座ってるし、これもそのうちしまわれるんだろうな。でもパパの方が優しそうだったもんな、デイビッドよりも。おはよう。いっぱいある。何これ。ご飯はありがたいけど、ダイナー勤めのママが作るダイナー料理はどうも気が進まない。うん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 。ポットロースト、ママ嫌いなのに。もうじゃあ絶対来るじゃんあいつ。せっかくベーコンもあるのに結局こっちを食べちゃうんだよな。お母さん話そうぜ。お母さん、まずはバッグをテーブルに置いてきて。お母さんいいじゃん今ここでも。パパが汚い言葉を使うと小銭を入れてた。あった、そのシーン。大学資金なっつって言ってたな。大学資金なって言ってたわ。今でも記憶に新しいわ。これ思い出の品なの結局分かんなかったんだよな。これかわいい。そんな思いっきり振らなくてもいいだろう。な、何が起きたんだって顔してるな。とりあえずじゃあ、ショーン・プレスコットって息子の姉さんが同級生じゃん。カエルの子はカエルだな。あのこれ、ああなんか難しい記事だわ。無性に花火がしたくなってきた。アルカディアベイ全市民に山火事警報発令。許可区域以外での違法な花火の使用や焚き火には通常の倍の罰金が課されます。校長のレイ・ウェルズです。はっきりと言いましょう。かわ。私は堅物のクソ野郎です。クロエモノマネすんのお前。それとクロエ。あ、まだあった。君は貧乏な問題児だ。モノマネすんのクロエ。意外だったな、学費引き上げ。まあでも仕方ないとこもあるよ。結局学校もさ、経営大変だしさ。おこうか。クロエ、何してるの？感情がない。切れる前に話しに行くか。感情がなかったの今。バッグ置く瞬間。なんすか。ママ、話って何？クロエ、なんだいそれは。殴られました。なんでもない。ドアにぶつかった。最近よくドアにぶつかるのね。ごめんて。いいクロエ、昨日みたいに E メールしたらちゃんと返事して。はい。メールでいいよ。いいはいらない。わかる。上げ足を取るんじゃないよ。そのやりとりなんかわかるわ。 E メールってメールでも通じるからってあるね。確かに。いや、ここはお利口さんでいこう。ごめん、わかった。ちゃんと返事する。可愛い娘として見せようぜ。ありがとう。話ってそのこと？まったく、あんたもデイビッドも結論を急ぐわね。学校に行く前におしゃべりもできないの？
あ、じゃあまだ退学してないんだ。学校。ったく、学校なんて無意味だよ。昔は好きだったろ。うわー。薬もつまらないって思ってた頃ね。そういう冗談はやめな。お母さん複雑だな。でもこう考えたら、私がママの彼氏を心底嫌ってるって分かってるよね。あ、結婚もしてないんだまだ。そんなこと言うんじゃないよ。嬢ちゃんとか呼ぶし、クソ野郎だよ。昔風なのよ。じゃあ昔風のクソ野郎だ。クロエもちょっとはさ、ポットロースト嫌いじゃん。一口くらい食べれるだろ。嫌いなのはママでしょ。私はどうでもいい。嫌いじゃない、デイビッドの好物だし、どうでもいいことない。デイビッド、デイビッドって、ママ。何でも聞くわけ。婚約指輪売るつもりなの。クロエ、指輪は大事だけど、保険も大事だろ。あっそ。まったく、ママがいないときに部屋に入らないで。バッグを取ってって言ったのはママだろ。喧嘩はやめよう。やっぱちょっとなんか食べるから、ちょっと器大きいんだよな、お母さんの方が。そうそう、聞いてよ。この間目玉焼きを4個作ったのよ、うん、2個ずつ食べようと思って。4個も作ったの。そしたらデイビッドが、君の分はだって。え、なんだよその話。そう、ね、俺も理解できなかった今、ごめん。え、バレバレよ。あと言っとくけど、バスに乗れなかったからって学校をサボれると思ったら大間違いよ。なんでサボるって。校長先生から何回電話が来たことか。風邪ですって嘘をつかなきゃ、あんたとっくに退学になってるわ。もう一歩上行くな、お母さんは。成績も下がるし、門限も破るし、どうしちゃったの。やっぱそういう子じゃなかったんだよな、クロエはな。まあまあ、期待するのさえやめてくれればもうがっかりすることもないでしょ。そのままでいいと思ってるの。いいわ、それならそう言って。もう奨学金のことで学校とやり合いたくないから。家計が厳しいのよ。うん、デイビッドに言えば。もうほっといてよ、デイビッドに言えば。デイビッドに家賃もらえば、それくらい溜まってるだろ。知らないだろ、家にいないくせに。まあまあそうだよな。デイビッドは甘すぎるって。あいつは関係ないだろ。関係悪いよ。重い重い。てくれてるの。あの人はいい人よ。重い重い重い。パパよりも。パパよりも。なんでそうなるのよ。パパのこと思う。俺はパパが好きなんだよ、クロエは。お母さん。でもお願いだから、新しい人にも心を開いてちょうだい。いや、もう無理だって。孤独に追い詰められてどうしようもなくなると、心を開く相手を間違えることだってあるだろ。まあまあ。いや、子供は難しいって。そういうの苦労してきてるのよ、うん、いつか話してくれるようならきちんと聞いてあげて。そんな話をするほど近寄るかよ。あんだけ優しいパパが亡くなってさ、忘れられるわけないでしょ。お母さん冗談だろ。あんだけ礼儀正しくね。お礼も言うの。めちゃくちゃ優しかったもん、お父さん。こんな、なに文句あるの。はあ、ママも頑張ってるんだよな。私も協力すべきなのかも。あ、ちょっとやっぱちょっと真面目なとこあんな。嘘をつくことになるし。はっ、これどういうことなんだこれ。まさかさ、こうテーマとしてさ、クロエがいい子になるかめちゃくちゃ悪くなるかの二択みたいな感じかな、これって。このゲームの主題って。でも、あ、え、でもライフイズストレンジやってるからさ、まあ、クロエが死ぬ運命っていう風に、まあ、前言ったんだけど、もしかしてさ、ここでクロエの性格が変わればさ、クロエも知らなくていいのかな。まあでも俺はいつまでも反感しするクロエでいておいてほしくないっていう面もあるから、もう思いやろうぜ。ママが大変なのは分かってる。ありがとう。もうママはいらないかもしれないけど、私にはあんたが必要よ。ママ必要だよ。
ママだもん。ちょっと。一人で頑張ってるのは偉いわ。でも周りは決して敵ばっかじゃない。それはどうかな。まったくもう大好きよ。お母さん。私もだよ。はいはい。親子。デビッドが待ってる。灰皿のキーを持って行ってあげて。喧嘩するんじゃないよ。はいよ。もし変な目で見られたら殺すけど。クロエ。そんな言葉使わない。変な目か。そんな言葉使っちゃダメよ。ママ。頑張ってね。ママもね。まあ、ここの関係はね。デビッドにキーを渡すなんて最悪だよママ。会いたくねえ俺もデビッドに。なんで会わなきゃいけねえんだあんなやつと。ヒゲが濃くてさ。水やりは私の担当だったけど、催促する担当のパパがもういないから仕方ないよ。あ、やっぱパパが亡くなってからグレたんだな。前のマックスとワインをこぼしたシミだ。ママはずっと怒っていたいから買い替えないんだ。あったなそのシーン。単に貧乏だからか。あ、これあれ科学コンテストか。昔は科学コンテストにも出てたんだよな。あれが人生のピークか。やっぱお父さんと一緒の頃が真面目だったんだよな。 お父さんの期待に応えようとさ。家族写真があった場所、あれどれだったか思い出せない。まあまあでも時間経っちゃったら忘れちゃうのかな。パパはいつも液晶テレビにしようって言ってた。実現してたらこいつが私の部屋に来たのに。おいおい、ちょっと待ってくれこの写真。おいおい、まさか。マックスよ、シアトルに引っ越してよ。出た。私置き去りにして。読むって何。読むってめちゃくちゃやっぱさ、ライフイズストレンジ中も触れたんだけどさ、めちゃくちゃ本田翼なんだけど。左、これクロエか。本当に顔違うぞお前。めちゃくちゃ本田翼なんだけど。学校からの手紙は悪い知らせ。まあまあ、こんだけ来るって相当だぞお前。でも学校から。ママは何にも言わないけど、彼氏のデイビッドはここ1年無職なんだよな。あ、無職なの？まだ。だったらろくなやつと思わないのもわかるよな。バッチ。何これ。もう支援してるんで結構です。退役軍人を支援しよう。ああ、そっか、軍人辞めて1年ってことか。はいはいはい。はい、さら。これか。どれ。な、持ちたくなさそうな顔するな。さっさとデイビッドに渡そう。デイビッドとのドライブからは逃げられない。行くしかないか。多分これ行ったらセーブされるから、まあ、そこで終わろうかな。じゃあ一旦。お願いよクロエ、デイビッドもキーを待ってる。やだお母さん。お母さん、何、ステフ誰お前。ありがとう。誰よお前。誰だよお前。知らねえやつ来たんだけど。知らねえやつ多いよな意外と。窓いる、デイビッド。マジでこいつと一緒に学校行くのか。いっそ今すぐ殺してくれ。ちょっと早いかな時間。ちょっと早いかもしんないけど、まあちょっと霧、多分あの学校着いたらまたセーブされるかな。あ、カラスいる。うわ嫌だな。でも俺骨発見。好きじゃないやつと行きたくねえわ、ドライブなんか。なんで女ってのは支度に行く時間がかかる。男に先に行ってほしいから。お、いいね、その返しいいね。パマ、あいつは自分で自分の頭を殴って死んだんだ。本当だよ。いいね、やっぱクロエのこのなんか性格。その目はどうした。別に。反抗的だな。お母さんが心配するわけだ。心が痛むよ。もうお母さん何知ってんだよお前。おい、俺も10代の頃はいろいろあったかな。言い訳にはならない。は？お母さんのためにもしっかりしろ。は？何がお母さんのためだ。本当だよな。じ
の絶縁体にひびが入ってるな。点火プラグはわかるか。わかんねえよ。ああ。わかんの？聞こえなかったのか。知ってるってんだよ。じゃあガレージからソケットレンチセットを取ってこい。ソケットレンチセット。ソケットレンチセットとは一体。家族ごっこのつもりかこいつ。んだとこいつ。さっさとレンチを取ってきて終わらせ。指図すんじゃねえぞ俺に。バカみたいな車だ。それはまた違うじゃん。もうセーブされないな。デイビッドの私物だらけじゃん。住むつもりじゃないだろうな。いやでも複雑だよな。やっぱお父さん亡くなってからだもんな。あ、準備される前だ。いろいろ開ける。あるソケットレンチセット。あーぽい。ソケットレンチセットっぽい。これで殴ってやりたい。我慢だ。我慢しろ。くれもったいだろうぜ。ちょっと俺も耐えるから頑張って。落書きしようぜ。おいバカがよ。うちのガレージに置くなら、処罰代をもらうぜ。そこに書くのやばくない？デイビッドに向けて一言。侵入者だ。クソみたいな工具箱。どっちかな。いや、侵入者だ。ちょっと一歩先を行ってね。クソみたいな工具箱は広がんないから。工具箱をディスって終わりだから、やっぱ侵入者だっていう。そういうね、深い意味を込めて、うちの家に入ってくんじゃねえっていう、深い意味を込めてこれにしたわ。これは？親の彼氏の車に細工して崖から落とす方法は載ってる？友達が知りたがってて。なるほどね、友達が知りたがっててっつって、実はそこの情報を。車が燃えた時のためにガソリン入れとくか。さらにね、さらに火を大きくすると。これパパが使ってたステレオだ。捨てられる前に部屋に持ってこう。持ってこうぜ。これやだやだ、捨ててほしくないわ。まあ、黒いパパ思いやってるもんな。前のパパのカメラ、もうフィルム自体売ってないかもな。じゃあ使おうぜ。俺もマックスみたいに写真撮ろうぜ。ほら、ああ、これもママの仕業か。なんか捨ててるね。リビングに飾ってあった写真。うん。デイビッドが来てママがしまったんだ。あ、これリビングになったやつ。さっきのあの黒い跡。こんなちっちゃかったか写真。もう一回りでかかった気もするけどな。芝刈り機。勝手にうちの庭をいじりやがって。本当だよ、庭いじんじゃねえよバカがよ。パパの工具箱。何かが壊れるたびに大はしゃぎしてたな。いいパパだな。おい、クソじじ持ってきたぞ。おいこら、おい。レンチセットは見つけたのか？それくらいはできるだろう。持ってるけどな。ほらよ。随分とかかったな。は？ありがとうございますだろ、まずは。ありがとうございますって言うよな、お前。おい。分かってんのか、てめえ、おい。年上だから黙えんじゃねえぞ、お前。あ？この詰まりが見えるか？これは炭素石室だろ。その態度さえ改めりゃ。賢い。あ、やっぱ賢いんだな。個性だからね。グレただけなんだな。賢いんだな、元は。やっぱ黒いは。いや、複雑だな。やっぱりそう考えると。優秀だった子がグレるんだもんな、急に。お母さん、複雑だよ、多分。してやれ、グーたち。仕方ねえな。かわいい。ちょっと基本的には、もう完全にグレるクロエじゃないミラーを見たいなと思って。俺は工具箱は持って帰るんじゃないの。どんな家にも工具は必要だ。お前どうも。でも間に合って。パパの工具箱に触んなよお前。パパの工具箱に触んじゃねえぞお前絶対。学校行ったら終わるか。よし、行くか。やだ。話がありませんように。話がありません。
わかるわかる。必要はない。ただ敬意は払え。父親のいない生活はもう十分堪能しただろう。この際はっきりさせておきたいんだが。何？あ、戦おうぜ。こいつの言うことなんて聞く気がないって分からせないと。なんかあんたがアホだってこと。じゃ、クロエがブレブレだな。なんだその言葉遣いは。あ、クロエ4段階言葉？軍隊用語かな。これならあんたにも通じるかな。フォックストロット、ユニフォーム。俺のことをバカにしてるのか。お、なんだどこら。あ、そう、こうちゃんとキーワードラインと、キーワードラッパーみたいな。薬はないって言うし。ラッパーみたいね。拾っていかないと。ふざけやが。その辺でやめておけ。くさくその辺でやめておけ。そのうちもラッスも。くそくそ言ってるとそのうちもラッスも。おいいぞいいぞ。あおれあおれ。ジョイス。お母さんが泣くぞ。選んで選んで。ママが泣くべきなのは。ママが泣くべきなのは。いいぞ。ちゃんとね、俺結構うまいぞ俺。行くぞ。人を舐めるな。敬意を払え。敬礼。軍隊な。従軍してない。従軍した覚えはない。新兵みたいな扱いすんな。これでいい大丈夫？男だったら。だとしても、あんたには負ける気がしない。これ合ってるこれ。なんか最後しっくり来なかったんだけど、合ってるこれ。話すだけ無駄のようだ。いいね。よかった。あそこ拾えたのよかったな。クソクソ言ってるとって、あそこ拾えてよかったわ。あ、セーブした。終わろうか。じゃあここら辺で。着いたら終わるわ。着いたな。じゃあ終わるわ。ごめん。じゃあ朝した。